はい、ハロー YouTube、秘宝、去年に子どもの自殺者数が511人でめちゃくちゃ多かったっていうね、ニュースというかなんかでその情報を知ったんですけど、びっくりして、悲しいよねっていうか、そうなのっていうね、衝撃なんですけど、もちろんそれ変えていきたいし、日本ってその発展した国なのに別にお金あるじゃんでもないよねって言われたりとか、幸せじゃんでも不幸せだよねとか、なんて言うんかな、この なんだっけな、老後2000年老後2000年じゃなくて2000万円問題とか、2000万円ないとダメだよとか、これただ不安を煽られてるだけだとは思うんですけど、その他にいろいろ不安を植え付けられてるとは思うんですけど、まあそうじゃないとね、お金回んないとかいろいろあると思うんですけど、保険の制度とか、まあ言い過ぎると変かもしれないですけど、そういう昔、一昔前だと言い過ぎるとちょっと微妙だよねってことが逆に言えるようになってきたし、分かる人が増えてきたというか、まあいい悪いとか答えとか間違いとかもないと思いますけど、どっちがいいのって言われた時に、俺こっちがいいですとか、俺は老後怖いからとか、やっぱり保険ないと怖いよっていうからこっち行きますとか、どっちでもいいんですけど、どっち選びますかって言った時に結構変動が今起きてると思うんですよね。まあ僕もどっちかっつったらまあ分かんないですけど、まあなんかこっち寄りかなというかね、まあどっちかそっちかこうって感じなんですけど、いろんなね、このアンチテーゼ、常識をもう一回振り返って疑問に思ってみようって思った時に、いろんな今まで常識とされていたこの制度とか、まあ、男は泣いちゃダメだとか、女は男を称えろとか、苦労しなさいとか、謙虚でいなさいとか、節制しなさいとか、まあ、日本の場合は我慢とか努力とか頑張ってでこそっていう美徳があるんで、そこも落とし穴っていうか、なんかうまいことやられてる感じはあるんですよね。だって努力しなくていい感じになった方がいいと思うし、まあ、確かに細かく言うと努力も必要だとは思うんですけど、それ以上の必要のない努力して、いや努力がいいんだ努力がいいんだ努力がいいんだってなってストレス溜まって、なんですかね、メンタル病んで、でそれこそ自殺とかね。真面目な人ほど正直者はバカを見るって話ありますけど、もしかしたら日本人にめちゃくちゃそれ当てはまってる可能性があるかもしれない。まあだからといって嘘ついて誰かを陥れていい風になれってことじゃなくって、真面目に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 やっていって、メンタルが擦り切れて死んでいくっていうね、病気になるとかいいことないっていうか、そこでお金をねじわじわ稼いだとしても体壊してそこでもうお金飛ぶとかっていうのね、マッチポンプっていうかおかしいよなっていう風なのはずっと思ってましたし、まあいろいろやっぱ話聞くとやっぱおかしいとは思ってます。僕ですと人生の指針、人生の自分のルールとしては、頑張らない、無理しないのと、まあ、焦らないっていうのを大事にしてまして、まあ、頑張るっていうのが、まず、辞書を引くと、やりたくもないようなことに勤しむことなんですよね。でも、みんな、仕事頑張っていきますとか、頑張ってねとか、じゃあ、みんな、やりたくないこと、勤しんでんだって思ったら、なんか謎じゃないですか。仕事ってそこでお金稼いで、人生のね一応大半を費やして、それでお金を稼いで生活したり、いろんなことを楽しんでいくのに、その術がやりたくないことをやって日々日々
頑張りますとかってやってんのはどうなんかなとかね。補足で、ちなみにお疲れ様っていうのも、一説でお疲れ様っていうのは取り憑かれるっていうことなんですね。疲れるっていう言葉の語源が、ああ疲れたっていうのが疲れてるんですよね。魔に取り憑かれてるとかね。でも仕事頑張ってね、お疲れ様って言い方解釈変えると、やりたくもないことを勤しみに行って魔に取り憑かれるって滑稽じゃないですか。滑稽だし、もう地獄じゃないですか。それ毎日やってんのみたいな。はい、仕事頑張っていきます。お疲れ様でしたってね。やりたくもないことを朝一で行って帰ってきて、魔に取り憑かれてるっていうことをやってると思うんですよね。てか実際そういう人はいると思いますし、極端にそう思ってない人でも、なんか仕事嫌やなとかと思って、お疲れ様でしたっていう言葉を使ってやってるのって、そういう一つのプロセスだと思うんですよね。あるアメリカの人が、お疲れ様でしたって、俺疲れてねえよっていうか、疲れたら、例えばマラソンたくさんして、ああ疲れたっていうね、あるかもしれないですけど、朝出勤して、お疲れ様ですとか、挨拶がてらにお疲れ様ですとか言われて、別に疲れてねえしっていうね、それは本当に思うし、全然疲れてないし、仕事によっては、行ってから帰るまで全然疲れないことも多々ありますし、僕も今もストレス溜めないために、疲れないために、仕事進めてるから、そんなに疲れることはあんまりない。完全にないっつったら嘘にはなりますけど、おかしいんですよね、言葉が。だから頑張るのってやめたんですよね。で、お疲れ様も言ってるけど、極力言わないようにはしていってる、最近ね。お世話になりますっていうふうなことを言うようにしてる。最近なんですけど、お世話になりますってね。ちょっとちゃんと言うのは恥ずかしいから、おはようございますみたいなね、感じでちょっとずつ言い出してるっていうね。そう、はい、人生の指針、頑張らない、無理しない、焦らないなんですけど、こうで、ポイント2は、焦らないっていうところに注目した時に、焦っていいことないよねっていうのはね、もちろんあると思うんですけど、忙しいイコール焦るっていうのをちょっとリンクだと思うんですよね。忙しいっていうのが心がなくなると書いて忙しいんで、その中で焦りも生じるんですよね。同等の意味合いかなというふうには思うんですけど、僕の場合は仕事で焦ってなんとかやりきった時もありますけど、ストレス尋常じゃないんで、めちゃくちゃその後飲んだりとか、金でね、物言わすっていうか、発散して金使うんですよね。ストレスで稼いだ金はストレスに消えていくっていうね、そういうことなんですよね。酒に使うとか、もういろいろ、物欲とかいろんなこと、ガンガン金を使う。だから金たまんないし、何やったら借金するぐらいの勢いでやっていってる。で、焦って、高速道路で事故に遭ったこともありますからね。全然無傷でしたけど、いいことはなかった、本当に。恋愛も失敗したりとかしたし、思い出したらたくさんあると思うんですけど、いいことはまずない。っていうか、焦ったことでいいことは絶対ないと思う。その場しのぎはいけるかもしれないですけど、よくよく結果的に何かツケが回るというのが焦ったり忙しい状況だと思うんですよね。その場しのぎのことを言ってる行動だと思います。はい。で、最後に、無理しないっていうことを話しさせてもらったんですけど、ジャッキーの人生ルール、無理しない。無理しないっていうのは、利がないと書いて、無理って書いてるんで、無理したところによって、どうにもね、だからその場しのぎなんですよね。利がないんで、無理するってことがね。だから、頑張ることも、焦ること、忙しいことも、結局最後の無理しないってことにつながるんですよね。
まあ、何もいいことないっていうか、その場しのぎでなんとかなったけど、得るものってマイナスな方が多いかもしれない。だがしかしそこで、無理するとこうなるんだとか、焦るとこうなるんだとか、頑張るとこうなるんだってことが分かったことによって、もちろんいい風になるから、結果的にね、やった方がいいし、やったからこそ僕の人生のルールとしてそれが出来上がったんですね。でもこの3つ、日本人的に、日本の美的センス的に、今までなんかそういうのがいいみたいな感じになってたけど、それ良くない。いいとすれば、いい感じの無理もするし、いい感じの焦りもするし、いい感じの頑張りもする。それが何かっていうと、楽しいことをするってことだと思うんですよね。ひとえに楽しいですか、やりたいこと。やりたいことだと無理できるし、焦りたいし、忙しくなりたいし、無理もしたいんですけど、やりたくないことだから結局無理するし、焦るし、忙しいし、頑張ってるんですね。だってやりたくないからね。そこら辺をもうちょっとずつ、もう、お前アホやろとか、お前クビだとか、なんか言われるかもしれないですけど、やっていかないと変わっていかないっていうふうに思ってます。僕も変わっていこう、変わっていこうっていう意味で、こういうね、メッセージっていうのは、まあ自分なりにですけど、一応経験を経て届けさせてもらってるつもりなんで、なんかこんな感じでね、やっていって、まあ自分で命絶つ人がね、ちょっとでも減っていくとも思いますし、そういう循環だとも思うんで、まあ、一人一人歩みを進めていったら幸せだし、幸せな人が増える。それなんで、ちょっとどんどん宇宙は6月6日までに1111人パースルーっていうことになったので、行きます。よろしくお願いします。ありがとうございました。